ホームチームのいわき FC、 前節からは4人変えました。ゴールキーパーは立川です。ディフェンスは3バック、右から五十嵐、大森、石田。今日はアンカーポジションに下田を置いて、その前に谷村と山口、両ウィングバックは右に加瀬、左に坂岸、そして2トップに近藤と有馬という形で予想しました。一方のベガルタ仙台です。こちらは前節からは3人変えています。ゴールキーパーが林です。ディフェンスは4バック、右から増瀬、小出、姿、高田、そしてダブルボランチは松井と松下、今日は長澤が出場停止です。右にオナイウ、左にミョウガン、2トップ豪華と中島という形、 4-4-2 で予想していました。さあ今度はコーナーキック、右サイドから蹴ります。今度はゴールに向かってくる軌道になります。松下、あえてファンを狙ってきましたが、そこに浮かしボレーできた、高田亮太、ファーサイド完全にフリーでした。高田亮太今シーズンの2ゴール目、14節の鹿児島戦以来のゴールになります。いや少しデザインをされたファーサイド、一番遠いところを狙ったボールだったんですけども、そこしっかり予測して、これいわきのディフェンスもプレッシャーには行くんですけど、はい、いや飛んだコースが見事でしたね。スリーセンターもようやくここまで上がってきました。その石田に渡して、山口からのボールを奪われて、オナイウから、さあここはカウンターシチュエーション、3対3の状況、できる上がるかどうか。右サイド、オナイウ、さあオナイウが勝負に行く、そのままクロス上げて中島、やりきりましたカウンター。いや大きなワンツーでしたけれども、まあ、岩城が前代陣内に押し込んだ中で、ノースでボールを動かすんですけども、そこで少しノッキングを起こすんですよね、はい、で奪ってからオナイウが来て、で中島の動き出しもよくオナイウ見ていました。左足の坂岸、ゴールに向かってくる軌道です。まっすぐな軌道できた、ファー流れた、押し込めるか、なんとか駆け出しますが、もう一回坂岸、ファーへ流れた、ゴール前非常に面白いボールが入ってきたんですが、そして今のプレーで今度は五十嵐が痛めています。いや最初に飛んだのこれ大盛りだと思うんですけど、そうですね、当たらずで、ここのやっぱり五十嵐のシュートに対するディフェンスね、はい、加瀬が仕掛けてシンプルなクロスを送っていく、ボレーだ、ー有村海馬、いきなり同点追いつきました。レゲ FC 今シーズンの9ゴール目、いやいきなり仕事やってのけました、谷村海馬。いやー前半、まあ、ほとんどクロスがしなかった加瀬も右サイドからこうシンプルに受けて、早めのクロス、いやすごいシュートでしたね、はい、これを受け入れる、まあ、受け止めてしまうんではなく、しっかりとサッカーの本質という言葉を森山監督言ってましたけども、はい、そういうところでまず負けないと。さあ両岸いった、両岸、両岸セカンド回せ、どうだ、ヘディングクリア、枠内もう一回来た、オナイウジョージ、枠内セーブしたんですが、セカンドボールにオナイウジョージ、このセカンドロッテ、ここで前、通達の上で前向く、まあ、立川触るのが精一杯だったと思います。はい、いや、ここですね、はい、ダブルタッチで前向いてね、仕掛けていく、いや、五十嵐からファーサイド流れて、おー、あー、これだ、右足、コスト、有馬のシュートはクロスバーに当たりました。さあここも下田、
このあたりでしっかり山口西川あたりもこれ最終ラインに入ってるんで、ロニャー有馬の右足でした。ここも早いタイミングでクロスが上がって有馬が飛び込んでいきました。割といわきの攻撃はよりなんかシンプルになってきた印象があります。いわきかサイドを変える西川がヘディングで繋いで、さあ右から勝負に加藤優馬、加藤優馬よく触りました。キーパー林スピードでもって仕掛けていきました。拓殖大学出身のルーキー。さあ大迫から血を入れてバリカワンタッチ、谷村海の逆サイド、西川待ってるぞ、西川だ。ここはキーパーの林、これがセーブ数トップの実力。前後で狙ってきた大迫、いやただ林が相当に防いでいます。はい、ニアカドでしたけど、まだ林は余裕ありましたね。はい、そしてここで試合終了の笛、1点差、攻め込まれる時間もありましたが仙台この接戦を制しました。今日は長澤が出場停止という中でチームの総力しっかりと出して勝ち切って勝ち点3。一方西川は悔しいこの表情。いわきは後半攻めに攻めるという展開でしたが結局ゴールをこじ開けるまでには至りませんでした。